カウントダウンスタート。山田雅宏の今夜もマルツル、パーソナリティの山田雅宏でございます。ゲストの小歴ですあれですよ、はい、カウントダウンスタート。もう言っちゃったんですね、うん、ついにね。まあそう、はい、というか元々あれじゃないですか、うん、この、ネットラジオ始めようっつったのが去年の8月とかでしょ、うん、そうです ねその時にもう多分忙しくなんだろうと、うん、そうね、もうぶっちゃけ AKB も読めてたし俺もね、いろいろ今進めてるやつも読めてたので、はいはいはい、まあちょっとね、残念ながら暇だったら続けようっていうことだったじゃないですかそれがね、支障をきたさないというそうそうそう、うん、ありがたいことにお互い忙しくなっちゃって、はい、あなたもさよく収録を飛ばすようになったしはい、まあそんな感じでねそうな感じなので、はい、カウントダウンスタートということで1月のね28日の放送分がラストだから、うん、今週来週で再来週が最終回とフィナーレと、はい、カウントダウンスタートということで、はい、残り3回は普段と違うことをしようじゃないかと、はい、なんとこう俺がいつかのネットラジオでこちょばよいこちょばよい言ってたゲストをね、うん、呼んでみようじゃねえかとついにやりましたね、ということで、はい、お呼びいたしましょうか、はい、ね、どうやって紹介しようかな。去年ノキノンタワーズドアっていうね、まあタワーレコード主催の、はい、まあそのオーディションみたいなコンテストがあって、そこで最終まで残って見事、CD リリースをしたアイルヒスクローバーというバンドから、はい、ベーシストの増祐介くんを紹介しようかなと、はい、思っております。ということでどうぞ。増くんです。こんばんは。テンション低テンション低マスです。マス君とはあれなんですよね、僕が昔組んでたスターシャーという、バンドがあったでごじゃるんですけども、その時からこうお付き合いが、ね、あったりしなかったり、ね、するわけでございますけども、ずっとねライブ一緒にやろうって言われてでもずっと呼ばれなくてまあね、そういう役割だよね、割とね。そうそうそう。あね、まあでも、そうこうしてるうちに、スターシャーから僕が抜けることになってしまって、ね、アイルヒスもタワレコの方でガーンって行っちゃって、うん、結局、亡くなったのはスターシャーだけっていう。まあ、ね。そんな感じで、まあだから、ね、せっかくだから、共演しようじゃないかと、ネットラジオでこそあるけれども、うん、ね、なるほどじゃないかということでお届けしていこうかと思っております、はい、そんなわけで約10分間ではございますが、ゆったりまったりお付き合いください。お願いします。この番組はエコダ帽子山田スタジオからお送りしております。いやいやいや、そんなわけでね、初めて あのゲストをお招きしてお届けしてる今夜もマルツルなわけなんですけれども、マスです。ね、最終回まであと3回しかないっていうことで、はい、せっかくなら今までやってないことをやろうじゃないかと、うんうん、いうことで、その第1弾がゲストですね。ね、はい、で第2弾が、はい、僕が今までね、遊びなんだけど、これただにただ単にね、はいはい、小根岸さんに、こんな企画ありますせ、うん、やろうよやろうよって言ったんだけど、もうひたすらもうダメだし、これダメだと。うん、もうちょっと待てと。もうちょっと待てと。うんうん、ね、それじゃダメだと。うん、言われ続けて、早4ヶ月だかな、うん、の企画をもうやっちまおうじゃねえかと、はい。ね、そういうわけで。蔵出しでございます。そう、お届けする、する。本日の、お遊び企画。はい。題して、おう、チキチキ言葉遊び。チキチキ言葉遊び、ルールを説明しますと、はい、3人いるわけですよね、今日、はい、で例えばそれぞれに特徴があるのね。僕だったら、うん、頭悪いけど、うん、ほとんど学校とか行ってなかったから、それなりにね、なんていうの、砕けた言葉の使い方なんですよ僕は、はい、ね、もう生い立ちが悪いからさ、スラム街みたいなもんじゃないですか僕の育った町って。そうです。だからその言葉で喋ると、はい、で、増祐介さんに関しては、うん、頭がいいと。
そうね。この男は頭がいい。無駄にね。無駄に頭がいい。ますからね、ああ、そうですよね。ボーカリストでもないくせに英語が得意だと。得意じゃないけどね。ね。なので、英語で、英語をこう、フューチャーして喋ってる。喋ってもらう。で、小根吉さんに関しては、この男はもう、ね、あの、何弁っていうのあれ。一人だけ東北育ちですか？ あ、そうそう、あの、あれ何弁、青森弁でいいのあれって。津軽弁？ズズ弁。そうそう、ズズ弁で喋ると。ね。で、なんで一緒に英語まず。そうね、何を喋るかというとですよ。最近の音楽事情。ね、最近、好きな音楽か。じゃあ、好きな音楽に、のことを一人一分程度、その決められた言葉を取り入れて、プレゼンしてもらおうじゃないかと。はい。ね。リスナーの皆さんに。わかります？わかっちゅうよ。まだ始まってないからね。あ、うん。あの、一人一分程度で、自分が最近すごいいいなと思ってるアーティストを、僕は砕けた言葉で、マス君は英語で、英語ってか英語をフューチャーしてね。で、コネキスさんは、なんだっけ何弁ズーズー弁、うん、で、リスナーの皆さんにプレゼンすると。はい。そういう企画でございます。よろしいでしょうか？はい。じゃあ、僕から行こうかな、じゃあ。はい。ヘロー？うん。第一発目。はい。山田雅宏がおすすめするアーティストは、はい。生き物がかりでございます。これなんでかっつうと、あのね、すごい、あのね、普通にいい曲ばっきしかないというか、なんかさ、バンドってさ、なんだろうな、なんか活動していくとさ、うん、なんていうの、バンドマンじゃないとわからないいい曲とか作るじゃん。バカだから。ね？アホだから。頭悪いから。でも、生き物係に関しては、結構長いこと活動してるバンドのはずなんだけど、全曲ね、本当に、こう、誰が聴いてもいいよねっていう曲をたくさん書いてくれるのね。だからそれがね結構素晴らしいなと思ってて僕はね、あ俺はね、そうだから、あのそれをお前らに勧めようかなと思ってだぜ。ということで山田雅宏生き物係を推奨します。山ちゃんちょっとずるくねこれ。わりかしナチュラルな。ノーマル。だからそれはあれだって、普段から俺がこうだから。あ、なるほど。でしょ。ああ、ね。普段からまあ僕らも英語。あ、そうね。そうそう。じゃあ次はね、最近ずっと出たね、いつもね。ずっとやもんね。うん、黙れ。俺のラジオだ。じゃあ次はマスさん。Yes。行ってみましょうか。どうぞ。My name is マス。そっから。こんばんは。あのね、年末ぐらいに、はいはい、あのベストアルバムを出された、はいはい、俊信久保田さん。おお、いいじゃないですか。おいおいおい、ね、久保田俊信さんね。久保田俊信さんね、車の中でよく聞いてるんですけども、うんうん、まず頭がの形ヘアスタイル。あ、そう、音楽関係ね。ヘアスタイル、音楽全然関係ねえ。かなりアフロみたいな。あ、そうだね。僕ドンキホーテでアフロのズラ買って部屋で一人で被ってるぐらいのアフロマニアなの。なるほど。めっちゃリスペクト。とあとなんかそのファンキーな。ああ、そうですね。あの R&B のジャパンにインポートした人。うん、そうだね。人。ちなみにウィキペディア情報ですけど、はいはい、日本人で初めてラップして CD 売った人らしい。あ、そうなんだ。これ。本当。ああ、それは知らなかった。らしいです。違うらしいです。どうやら。うん、どうやら違うらしいです。あ、嘘ってことですか。ウィキペディアには載ってました。あ、そうです。うん、これ悪やばかったらカットして。ああ。それ多分マスペリア。マスペリア、yes。マスペリアの多分毒事情報。まあ、とにかく聞いてみてください。ああ、なるほど。ということで、マス君は久保田俊信さんをね、おすすめするということでございました。うん、じゃあ。大鳥は行きましょうか。うん、俺これ聞いててなんかこう、なんちゃリアクション返せる自信ないんだけどさ、この人のズーズー弁。ズーズー弁で、おすすめの曲を紹介しちゃえばいいじゃん。はい。わさ、うん、ごめん、もう一回いいかい。One more time。わさ、わさ次な曲が。次なみす、いや、あそこ一回ちょっと聞いてみましょうか。次なアーティストがいて、はい、秘密のミーニーズという知らないよね。
みんな知らねえと思うんだけども、下北で、うんうん、活動してる、はい、うん、あの、4人組の、うん、僕たちの2個下ぐらいの、ええ、ワゲモンが、ジャガジャガやっちゅうバンドなんだけども、うん。Yeah? なんかね、いいんですよ。ニール・ヤングとか好きなんだってさ。うん、ズズベン。ニール・ヤング。ニール・ヤングが好きだっちゅうね。話なんだわ。ヤング？ヤングメン。このエセ・ズズベンが通じてるかは分かんねえけども。うん、で、シックスティーズなわけよ。シックスティーズ、曲調がね。ああ、そういうこと、ああ、そういうことか。かっきんな、これが。16歳とかじゃなくて。違う。もう、60年代。あ、そういうことね。60年代ですよ。セブンティーズとかね。うん。な感じのね。ちょっとこう、土臭い感じの、かっきえ感じの、うん。聞いてみ一回。うん。秘密のミーニーズさんでございます。日本語弁で言うと、うん、日本語弁っておかしいな。東京弁で言うと秘密のミーニーズ。あ、一緒なんだ。はい。ズズ弁で言うと秘密のミーニーズ。関東弁で言うと秘密のミーニーズさん。英語で言うと Secret Meanies。すごい。さすがだな。See you next time. いやいや、そんなわけで、コネキスさんからは、ズズ弁、これ正式には津軽弁っていうの、あ、違うの、なんていうの、ズズ弁って。いや、津軽弁は津軽弁だけども、うん。まあ、半分エセですよね、これね。うん。でも、あれ、ずーっと半端に。そうなんだ、でも、あの辺って混ざってるでしょ、いろいろ。まだ、東北弁はズズ弁って言うんですよ。この、なるほどね。スタハンディエっつって、ね、この、ちょっと、たるい感じのね。うんうん、わかるわかるわかる。そうだよね。まあ、コネキさんで、ね、ズーズ弁を使った、うん、アーティスト紹介で、誰だっけ、秘密のミーニーズさんの紹介でございました。うん。なわけで、これ何のコーナーって言っただっけ、まあいいや、おしゃべりコーナーでした。勝手に生 CM。風邪をひいた。心が折れた。もうダメだ。そんな時、これ一本で超爆裂。パクリじゃないよ、本家だよ、元気タフネス、ドデカミン、ストロングもあるよ。山田のせいの今夜もマルツマルツライブ。はい、はい、久々なのかな。久々でもないか。あ、でもコネキさんがいる状況でのマルツライブは久々か。そうですね。だよね。しばらくね、やってなかったね、そういえば。俺は前回やったけど、うん、一人で、桑田さんかなんか歌った気がするわ。冬にちなんで。うんうん、で、今回はね、マルツライブ、まあ、せっかくミュージシャンのゲストで、ベーシストのマスくんがね、こう来てくださってるということなので、はい、トリオ編成でなんかこう、即興ではあるけれども、なんかね、こう、やろうかなと思ってるわけでございますよ。うん、はい、そして曲をどうしようかと、うん、いうことで、あのね、いかんせん即興でできるものということなので、はい、まあ非常に簡単な、かつ、すごくね、ポジティブな曲ということで、上を向いて歩こうという、はい、なんだっけ、坂本九さんだよね。はい、の曲を、フランキー・フォンキーにね、アレンジしていこうじゃないかというわけで、お届けいたします。一応パートに関しては私山田正弘が、ギター少々入れながら歌を、はい、そしてコネキツさんが、拙いギターを4年ぶりぐらいそして、マスさんがギターでベースプレイをするというそうね、ね、ということでお届けいたします。坂本九さんで上を向いて歩こう、山田トリオバージョン。思い出す春の日、一人っぽ
無視みたいですね。じゃあ、あれ、あ、上を向いて、上を向いていこう。でしょう皆さん、実はねこれもう山田くんがいつかやりたかったっていうエンディング、うん、ただそんなテンションじゃないよ落ち着いて喋んないのかよまあ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 そう、ね、わけでね、僕がいつか使いたいんだと、うん、どうしても使いてんだと、うん、ね、言ってきたこの VZM、うん、やっと使う許可を出してくれたと思ったらエンディングってどういうことこれ。いやいや、これはやっぱエンディングでしょ、うん、エンディングか、エンディングかな、うん、俺今なんか今多分キューピッドに両肩持たれてるよ、うん、そうね、上がっていくよこのまま。もう疲れたよね、そんな感じじゃないですかこれ、うん、いいんすか、まあ、まあまあ、はいはい、まあじゃあノーマルテンションに切り替えて、はいってことね、はい、エンディングでございますね。はい、今週ゲストで登場してくれてるマス君、本当にありがとうございました。ね、急に呼ばれて何が何だか分かんないままであと2回で終わりとかって言われてもね、いきなりなんだっつう話ですよ ね、 ね、本当にびっくりでした。ちなみにこの覚えてますか皆さん、僕ねゲストは嫌だっつったの。なんかさ、今週のゲストはっつってこうわーって紹介するでしょ、あれがね俺嫌なのよそしたらあれいつだっけ、昨日、うん、昨日だね、うん、急に小根吉さんからテルが鳴りまして、出たらゲスト呼ぼう、うん、最後だから、最後だって、うん、いきなりですよね、空いてるっつって本当に、まあ、うん、こんな話をマス君はどう聞けばいいんだって話だけどね。僕だってね、飲み行こうよって言ってちょっと電話してって言って電話したら、あ、そういえばラジオ出る？え？
出ろっつって、うん、いいよ、イヤホン持ってきて明日4時ね。でその話が確定した後に俺のとこ電話がかかってきて、あの明日マス君出すね。って強引なね男なんでしょうか。AKB が木松さんこれですよ。大物扱いね。あのまあそんなわけで、あと、今日これ放送終わっちゃったからあと2回ですね事実上。はい。ね最終日はこれあの別に狙ったわけでもないんでもないけど僕の誕生日の翌日というね。この人もねあの喜ぶべきかこう悲しむべきか。ね、なんかよくわかんないテンションで送り、まあでもどちらにしてもあれですよね、あの最終回は特番かなんかの枠でやるんですかね、うん、やりましょうかや、うん、うん、そうだね、おそらくね原点回帰かなっていう、ね、原点回帰、ね、なるほどね、うん、そうだね、8月去年の8月だっけ、うん、から始めこの今夜も丸つる、実はねこうそうこれ裏話なんですけど、本当はこのネットラジオのメンバーにねマス君も加える予定だったの。の、え覚えてる小根吉さん。あね全然覚えてないんだよね。いやだから初めなんかさ、もともと小根吉さんとマス君が結構昔こういうネットラジオやってて、そうそれでいいんじゃないかっつって僕にお話をオファーくれたでしょ。そうだからその話の流れで自然にねこうマス君も入るもんとしてこう話をしてたんだけど、どう考えてもスケジュールが難しいかなと、でいつまで続けられるかちょっと分かんなかったし、そのさっきの話もあって、だからまあとりあえず2人でやってみましょうかというわけで、マス君をこうハブにしてスタートさせたわけなんですけども、うん、何も聞いてないもん。今聞いた。そうそうそう、そうね、あとね狭いこの部屋、このスタジオ3時半なんですよ。ね ?3 時半に今男3人だよ。で、マイクが2本立ってて、パソコン2台あって、楽器が今何本あるこれ8本ぐらいあるのか。8本ぐらいあって、とかっていうさ、無理だって。寄り添ってるもんね。うん、今手と手触れたもんね。そうそう、そういう環境でこうね、レコーディングじゃないや、収録をしてるのもあって、まあとりあえず2人で進めていこうかと、なったんですけども、ね、ようやく最終回マギーは間近ではありますけども、マス君が登場してもらえて、ね、リスナーの皆さんからしたらお前誰だって話ですけどね。完全にお前誰だって話ですけど。マスでーす。ね、よかったらアイルヒスクローバーっていうバンドやってるんで、本当ね、応援してあげてくださいね。だってそれより完全になんか中途半端に英語が上手い人っていう。そうそうそう、それだけだよね、うん、その人になってるもんね。そうですね、まあまあまあ、そんなわけであと、2回全力でお届けしていこうと思っておりますので、楽しみに、していてください、はい、今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。あっす、よろしくお願いします。さようなら、バイバイ。